本当にやっぱり人生で一番大変。子育てのほとんどがコロナ禍なので、全然仕事したいのにできてない、無力感を感じたっていうのが、もう言葉にできない感情でした。仕事をしてる時間はすごく少なくって、もう常に子育てのことばっかり考えてるっていう。コロナがちょうど始まったのが、まあ、子供が8ヶ月とかそんぐらいの頃だったんですよね。コロナ禍ってまさに私の仕事だったわけなんですよ。今こそ本当に1分たりとも寝ないで毎日仕事したいっていうような時に、保育園が閉まって、お腹減ってるって泣いてるのに、どうしようどうしようっていうのを3週間ぐらい続けて、自分にも子供にも本当にひどいことをしてるなって思って、これ以上仕事はできないです。もう今はもうやらないっていうのを宣言して、チームから外れて泣いてましたね、毎日。めちゃくちゃ一冊の本になりそうじゃないですか。どう自分の中で折り合いつけていったんですか、それは。のが肩書きにつくっていうのは、もうイェールではもうこれ以上がないっていう証拠なんです。すごいですね。なんかこの番組いいですね。全く深掘りにこうタモリさんのあの番組みたいにこうどんどん紹介してもらう形式にしようかな。み 面た白いいと思う人ね。いや、学者の人がやっぱこの人の研究はユニークだとかっていうのが一番確かなんですよ。俺らよく分かんないんで面白いんですけど、じゃあ最後の時間もちょっとなってきたんですけど、最後ちょっと先生になんかこうこれだけ言っておきたいっていうのを聞きますけど、その前になんか最近いろんな人になんかおすすめの本聞くようにしてるんですよ、夏だから。夏ってなんか気分的に読書したくなるじゃないですか。で、先生の研究分野、あるいはまあちょっと隣接分野でもいいですけど、公衆衛生とか、さっき言ったこう鶏の話とかやっぱ俺知らないし、なんかそういう知見ってたまに高めるといいじゃないですか。今日見てる数万人の人はそういう世界知ったと思うんですよ。なんかこうおすすめのこう本とかありますか、そういう公衆衛生とか世界のことを知る上で、衛生の公衆衛生の本を、私、統計まあ、はね、論文は読むけど、統計は数学あるとダメです。もう俺読めないです 数式あるそうとですね、私、ちょっと公衆衛生の本とかってなると、あんまりパッと出てこないんですけど、私は自己啓発本って言ったらいいのか分かんないですけど、ほう。そういうのやっぱ僕読む人であ、そうなんですか。意外ですね。めっちゃ読みます。やっぱり子供生まれてから、本当に、まずすごく大変で、どうやって自分のこう根本的な考え方を変えてほいかなきゃいけないかなっていうのをう。すごく悩んでるそっちでもいいですよ。何年間なので、そっちだったらもう山のようにありおますすすね。めの私の本。本棚、それやっぱ、なんだっけ、ちょっと待って、日本語のあれがわかんないんですけど、なんだっけな、いいですか、取っいいてできすてよ、も。いいですよ、いいですよ。意外だな、自己啓発も読むんですね、科学者。まあ、自己啓発も読むぐらい読むか。あ、ありがとうございます。すみません、まなんか。あ、私が自己啓発本を読むのは、あれですね、科学者として読んでるっていうよりは、母親として生きていく上で、どういうふうに生きていったらいいんだろうっていうのを、やっぱすごく感じるところで、特に、やっぱりコロナ禍での子育てって、まあ、私は本当に子育てのほとんどがコロナ禍なので、もうなんか、本当にやっぱり人生で一番大変お子さん何人いらっしゃなるんですか、ところ。今。2人いるんですけ何歳何歳ど、ですか。4歳と2歳ですね。2歳、4歳、2歳。で、子育てで今お悩みで、仕事しながら、フルタイムで仕事しながら子育てしてるんですもんね。そうですね、もう今、悩みっていうか、その仕事をしてる時間はすごく少なくって、もう常に子育てのことばっかり考えてるっていう感じですね。もう子供生まれる前に比べたら、本当にもう30%も仕事してないと思う。ああ、やっぱでもそれだけ子育てって大事ですからね。やっぱり今までの自分の価値観とか考え方とか、本当にもう180度以上 変えなきゃいけなかったっていうのがやっぱすごくあって、それを乗り越えていくためにどうすればいいかっていうので、めちゃめちゃいろんな本読みました。ちょっとじゃあその本も紹介していただきたいんですけど、その前にその180度かってどういう考えがどう変えなきゃいけなかったんですか？もうそれ語り始めたら、ちょっと本当に、もうどっから話したらいいかで、まあ、そもそも今もすごくこう、まあ、もやもやしてる部分もあるので、結論が出てるかって言われたらそうじゃないんですけど、まあ、一番簡単に言えば、まあ、子供が生まれる前は、何時間仕事してようと、
良かったわけですよね。誰も止める人なんかもちろんいなかったので、まあ、それがやっぱりその子どもの保育園が8時から始まって5時半までっていう、まあ、そこでそう決まってる時に、まあ、どういうふうにやりくりしていくのかっていう、まあ、本当に言ってしまえばもうみんなが悩んでることだしって感じなんですけど、実際に自分でこう経験してみると、やっぱり本当にいろんな考え方変えなくちゃいけなかったなっていうのがありましたね。だから今までも仕事がすごく楽しくって、ずっとずっとそれだけ続けてやっていけた。もう睡眠時間なんかいらないし、みたいな。だったんですけど、それがやっぱり、まあ、自分でもともと8時から5時半って分かってるならいいですけど、やっぱり子供が病気になっちゃった、迎えに行かなくちゃいけないっていうのが、まあ、しょっちゅうあることだし、特にコロナ禍だと、保育園のクラスで誰かが病気になっただけで、なっただけでなったら、まあ、7日間全員、保育園に来ないでくださいとか、10日間来ないでくださいっていうのが、何度も何度も何度もあって、そういう中でどうやって、まあ、自己嫌悪にもなるわけじゃないですか。全然仕事したいのにできてない。自分だったらこのぐらいできるはずなのにできてないっていうのをどういうふうに考えていくかっていうのはすごく悩んで、やっぱりそのコロナ禍ってまさに私の仕事だったわけなんですよ。そうですね、だ塩田からさんこそがやる仕事だった中そうで、です。子供も当然対策ができない状況にじくじたる思い。コロナがちょうど始まったのが、まあ、子供が8ヶ月とかそんぐらいの頃だったんですよね。8ヶ月例とか。で、このコロナ禍で仕事をするために今まで経験積んできたっていうようなところがあったのに、だから力になりたいし、自分のできることをやりたい。でも今こそ本当に1分たりとも寝ないで毎日仕事したいっていうような時に、保育園が閉まって、で、もちろんまだ一人でご飯を食べられないような年齢の子を、まあ、膝の上に乗せて、もうなんとかなんとか、今この瞬間のこの、感染指数継続して、今ここの周りの、この市では明日どうなるか考えようみたいなのを、みんながズームでつないで、わーってやってる時に、もう明らかに自分の膝の上でうんちしてるんだけど、すごい泣いてる、お腹減ってるって泣いてるのに、どうしようどうしようっていうのを、3週間ぐらい続けて、これはもう自分にも子供にも本当にひどいことをしてるなって思って、生まれて初めて、これ以上仕事はできないです、もう今はもうやらないっていうのを宣言して、チームから外れて、その時にやっぱりすごく泣いてましたね、毎日。要はみんなが戦場で、船員として働いてる。ところで、私の友達が、私のクラスメートが、私のアドバイザーが、みんながそうやって働いてる中で、私は自分の赤ちゃんを抱きながら、あやしてるっていう、一緒に遊んでるっていう状況になってしまったの、なったのが、母として当然のことをしたと思うし、やらなきゃいけないことをしたと思うんですけど、自分の仕事の面だけで考えると、やっぱりそこにノーって言わなくちゃいけなかったっていうのはすごく辛くって、自分の転機だったと思いますね。だそういうのをどういうふうに考えていくかっていうのは、もう常日頃考えてます。それはめちゃくちゃ一冊の本になりそうじゃないですか。なるよそれは。で、どうマインド、まあちょっと読んだ本もうこの後聞きますけど、どうその前にやっぱ塩田さんのお言葉で聞きたいのは、どうやってマインド整理してたんですか。それこそ今こそじゃないですか、公衆衛生学者っていうんですか、学者としそうですね。て。やっぱり研究者って、まあ、表面的な話で言えば、何本論文出したとか、そのネイチャーに論文出した、セルに出したみたいなのが、やっぱりの登っていく上ですごく重要な指標なわけなんですよ。で、コロナの初めの方って、そういう論文がすごく出やすかった、新しいウイルスだからちょっとなんか分かると、パッと出したら、すごいところに乗るみたいなのがあったんで、だからみんな、やりがいも感じてるし、成果もすごく出やすかったわけなんですよ。でもそこで私はずっとそのやっぱり赤ちゃんと遊んでたので、そこがやっぱす、なんていうのかな、まあ、悔しかったっていうのか、無力感を感じたっていうのか、もう言葉にできない感情でした。
それどういうふうに乗り越えてったというか、どう自分の中で折り合いつけてったんですか、それは。もうどう折り合いつけてったんですかね。今も実はやっぱり悩んでるところはあって、その、まあ、はっきりとしてる感じじゃないけど、やっぱり今もうちょっとやればこういうことができるはずなのに、やっぱりお迎えに行かなくちゃいけないっていうのは毎日体験することだし、あとはやっぱりその妊娠するってなると具合が悪くなったりとか、本当だったらこういうことができてこういう論文が出せたと思うし、こういう研究を CDC とやって WHO とやってっていうのができただろうに、それがまあ強ある意味強制的にできなく、生物学的にできなくなるわけですよね、そのつわりの時とか。そういうのをだから、あの20代の頃は女性の活躍を支援しようとか男女平等とか言われてた時に、いや別にいらないしなって正直思ったんです、うんうん、別に私男性と比べてどうとかって思ったことないなって思ってたんですよね、20代の時は、うんうんうん、でもそうやって自分が妊娠して出産してってなった時に、はあなるほどっていうのをすごく感じるようになって、こういうことがあるからサポートって必要なんだよなっていう、でこういうことで、だからそれこそ秋子先生とかにはすごく助けていただいて、いろいろ話を聞いてもらってました。どういうふうにしたらいいかもう全然わかんない、こう体調が悪くなったりとかするときに、今まで健康であることがあの取り合いだと思って生きてきたので、それが本当に毎日気持ち悪い、毎日ゲロ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 吐いてるっていうような状況で、どうやって仕事やっていけばいいんだろうみたいなのを相談させていただいたことがあって、まあ、そういうもんだよって言ってもらえるっていうだけですごく救われましたね。その今有名になってる女性研究者の人たちから、それでいいんだよ、そういうもんだよ、大丈夫だよって、私もそうだったよって言ってもらえるだけで、うん、あ、こんなすごい先生でもそうだったんだって思えるっていうのだけで頑張ろうと思えた部分はありますね、うん、私だけじゃないんだって、まあ、当然なんですけど、今母になって思えば当然なんですけど、初めて妊娠した時とかやっぱりそれは分からなかったので、なんかそういう意味でもダイバーシティ、自分と研究、自分の経験と同じことをしてた人たちがいるっていうのはやっぱすごく重要なことなんだなっていうのは感じましたね、まあ、そのロールモデルが周りにいるっていうのも本当大きいですし、うん、でもその中でやっぱり塩田さんは、まあ、そのかなりお子さんと向き合うっていう選択をしたわけじゃないですか。いろいろな選択がありましたよね。シッターさんにもうちょっともっと来てもらうとか、あるいはまあちょっとね、あの旦那さんがどういう仕事の形態をやってるか分からないけども、旦那さんと話し合ってとかっていうのもかもしれないし、まあまあでも旦那さんも働いてたら知ったかな、いろんな選択肢があったと思う。でまあじゃあ2人目も知ったが、うん、知ったがやっぱりそのコロナ禍だったんでできなかったんですよ、うん、なるほど。コロナ禍ってその一番初めの方ってもう誰ともコンタクトしないでみたいな感じじゃなかったですか。自宅にいてみたいな、確かに一歩も出ないでって言われてたと思うんですよね、うん、だから特に赤ちゃんとかは危険だけど守ってあげなきゃいけないみたいな感じで、うんうん、やっぱり誰とも接触させないでっていう感じだったと思うんで、シッターさんもできなかったんですよね。もうやっぱり自分でやるしかないっていう状況か。そうです、本当に誰にも頼れない。それこそ国と国の移動なんて全然できなかったので、うんうんうん、日本に帰っちゃうっていう選択肢ももちろんなかったですし、そっか、日本、まあ、アメリカだってか、ご実家の手を借りるってわけにも行きづらいですしね、ご自分の。そうですね。そっか、そんな中それでもやっぱり、いやなんかほら、俺なんか最高さから危ないけど、やっぱそれでも仕事しちゃえとか思ってズームしながらうんこさせてる気もしますけど、あそれでもなんでやっぱ子供と向き合おうと思ったんですか、それは。まあそれはもう、あの限界しか見えなかったです。やっぱ無理でした。ご飯食べさせなくちゃいけないし、もちろん、うん、私はもう誰もストップしてくれなかったらずっと仕事できる、うん、ので、うん、自分が自分をストップするしかなかったっていうことです。もうこれ何か破綻するなって思った線があったってことですか、このままだと。もうまあまあ、死んじゃうってわけじゃなかったですけど、子供に良くないってか、まあ、子供に良くない、圧倒的に良くなかった、うん、そっか。いやめちゃくちゃその働き方として興味深いですよね。ただでさえ女性ってそういうこと来るのに、まあ、コロナ禍でそういうことになってたっていうのはすごい興味深かった。でそんな中でどういう本読んでたんですか、それ。自己啓発なんもう山のように読んでたけど、うん、これ一つあるの、これ日本語訳も確かちょっと前に出てて、はい、フォー、あちょっと待って、スケッチなんですね、フォーサウザンドウィークス、タイムマネジメントフォ
モータルモーズ、タルズ。オリバー・バークマンか、オリバー・バークへえ、マンズ。どういう本なんですか？もうまさにこの通りで、4,000 weeks、自分の人生って、ウィークに、週にすると4,000週しかないよっていう意味のタイトルなんですけど、まあ、それをどういうふうに使うかっていうのを、まあ、一緒に考えるような本ですね。で、この著者の人が、なんだったかな、子供の宿題かなんかで、今一番解決しなくちゃいけない問題って何だと思うみたいな、この世の中で。まあ、解決しなくちゃいけない問題って何だと思うっていうのを考えるっていうのが子供の宿題であって、それを、まあ、息子さんだったかが、そのオリバーさんに、どう思うパパって聞いたときに、オリバーさんが一緒に考えて、あれ、俺って今この生き方でいいのかなと思ったっていう、そういうところから始まっていく本ですね。で、めっちゃ、本当に意味あることをやってるかって、その4,000週しかないのに、本当に意味あることを仕事にしてやってるかっていう。まあ仕事だけじゃなくて、それこそ子供の相手もそうですし、それもすごく書いてあるんですよ。子育てのこととかもすごく書いてあって。そういうことですね。本当にその4,000週をどういうふうに生きる、どういうふうに生きたいのか、よく考えた方がいいんじゃないのっていう本人で生っす。て4000週しかないですね。らしいですね それ結構あれですか。ちょっと待ってください。今これやべえな。やべえやべえやべえ。限られる時間の使い方っていう邦題で日本出てるんですけど、そうだ。帯で推薦してる人がひろゆきってやつでした。ひろゆき絶賛って、ひろゆきさんが やばいやばいやばい。効率的に荷物を詰める方法を人生の時間の使い方に当てはめるのは間違いです。絶賛してんのかなこれ。ひろゆきさんの帯でしたよ。ちょっともう塩田そうか、ぜさん。ひ、ひろゆきさんと同じ推薦。じゃあ、いや、は あ、いや、光栄。限りある時間の使い方。へえ、そうなの。ああ、なんか面す白い。ごい。なんかそんな塩田さんみたいな人でもそんな悩むんすね。めちゃめちゃ悩んでしかいないですね、この4、5年、ずっと。日本に来ることとかってあるんですか？もうコロナ終わって。あります。年1ぐらいは必ず帰ってるので。そうな子ん供に、やっだ。ぱりおじいちゃん、おばあちゃんに会ってもらいたいので。面白いな。なんか塩田さんとか、なんかハーバード大学に内田さんって知ってます？面識あります？面識は残念ながらないんですけど、本当に素敵な方だなと思って、いつもお会いしたいなって勝手に思ってます。アメリカ広いですからね。アメリカにいるからって会えないですよね、そんなすぐね。でも内田さん、ボストンなんです近いよ。じゃん、めっちゃ近いじゃないですか。近いっていうか、もう同じところ。同じところですよね。マサチューセッツなんとか病院にいますよ。そうそうそうでそす。だから、う。本当に歩いていける距離にいらっしゃそう。そうるんですでよすけね。ど、本当は。なんか、内田さんとか、まあ、塩田さんとか、な人でもなんか母としてこう悩みながらやってると、俺すごい興味深くて、なんか俺あれなんだよな。ちょっと内田さんと塩田さんと、あともう2、3人誘って、なんか、本に一冊まとめたいって言ったら一緒にやってくれますか？なんか俺ね、自己啓発出したいです。今日本で君たちはどう生きるかっていうの流行ってるんですよ。宮崎駿の。もちろん、もちろん見たことは残念ながらないんですけど。そう、なんかまあそれにつけてこう、ほら、女性たちの私たちがどう生きるかみたいな、それにかっこつけて、ほら、ちょっとタイトルパクれば売れるかもしれないから、なんかやっぱそんなんなとなく鳥の絵描いて そう、鳥の絵描いて 読みたいな。なんか今の話ちょっともうそろそろ時間来ちゃったんですけど、今の話すごい興味深かったので、この4年間何考えてたのか、獅童さんが。もうこっちの話だったら、もう研究の話よりも全然できそれやるわ俺。ます。そでれも面こっ白い。ちですから、もう私の9割の脳みそはこっちに使って、こういうことばっか考えて生きてるんでいや、ちょっと そいれや、企もう画させてください、ちょっと。ぜひぜひぜありひぜがとうひ。ございます。いろいろお話聞いちゃったんですけど、なんか最後こう、せっかく、多分数万人とかですね、10万人とかの人見てくれると思うんですけど、なんか視聴者の方に、これだけ伝えておきたいとか、科学者として、なんか思うところみたいなのあれば、ぜひお願いします。やっぱり科学者も普通の人間なん
ったなっていうのを、まあ、この動画をもし見てくださってる方がいらしたら、まあ、私のなんかなんとなくこの、まあ、ミーハーな側面だったりとかもそうなのかもしれないんですけど、あ、もう本当普通のおばさんだなっていうふうに思ってもらえてたらすごくいいなと思って、私はやっぱりその仕事がすごく楽しくってすごくやりがいを感じて、その自分の研究がやっぱり政策だったりとか人の健康にやっぱりこう直接インパクトを与えることをやれてるっていうのはすごくやっぱり充実感があって誇りを持ってやってるので、本当はそういう人がほとんどなわけなんですよね。まあ、もちろん人間としてミスをすることはあるし、ちゃんとやってたつもりでも、あ、ここ間違えてたみたいなのやっぱりあるんで、まあ、そういうところはまあ自分で認めて直していかなくちゃいけないと思うんですけど、ほとんどの研究者はこんな感じだよっていうのをちょっとでもこの動画を通して感じてもらえたら、身近に感じてもらえたら嬉しいですし、そうですね、あの別に悪いことを考えて研究してるわけではないっていうか、みんな本当に貢献したいと思ってる人いないですけど、そういう人が多い、まあ、普通だよっていうことを、まあ、なんか伝わったら嬉しいかなって思います。ありがとうございます。まあ、やっぱりあのもしアメリカに留学したいなと思う人がいたら、ぜひぜひどん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 、あのこういう研究やってみたいなと思う人がいたら、ぜひぜひ連絡いただきたいですし、もうこれからどんどんいろんな人とあの仕事できたらいいなと思ってるんで。しおんさんってどこに連絡先あるんですか？ツイッターとかやってんでしたっけ？ツイッターもやってますね。はい、かよこしおだで見つかると思います。かよこしおだですね。はい、 DM 公開してんですか？してます。どうやって公開してないからしてる、わかんないからね。あ、でも DM 機能がちょっと今あれか X になってからちょっと制限されちゃったかもしれないですけどね。なんか、あ、そうなんだかもしれない、はい、であれはついてないです。ブルーはついてないです。ないですもんね。そうですよね。はい、わかりました。じゃあちょっと公衆衛星の門戸を叩きたいという方は、真剣な方は、ご連絡、真剣な方はぜひぜひご連絡ください。いたずらメールは絶対やめてくださいと。そうですね、そうですね。あと映画のオファーもいいですか？映画のオファーもいいですか？映画出るってオファーもね、通行人のオファーもメールしていいですか？そうそうそう、もうぼやぼやのやつでも。わかりました。ありがとうございます。いろいろお話ちょっと長時間で聞いちゃって、はい、じゃあすごく楽しかったです。こっちも楽しかったです。いろいろ本当に、またぜひちょっといろいろ絡ませてください。ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、失礼します。失礼します。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけなんかちょこっとしたちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんともライブやり取りしながら、お話をさせていただいて、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。